エシギブガッテリオンチャンネル。じゃあ一緒にトーションやろ、はい、せーの、トーション。かわいい。俺初めてトーションがかわいいと思ったわ。はい、というわけで今回はゲストにエシギブマ1号と2号に来てもらってます。皆さんこんにちは、エシギブマ1号のカイセイとエシギブマ2号のエーテとリフィです。リストバンド落としてもちゃんとセリフは言うもんね、自分のね。完璧よ、もう、はい、今日は 何をするんですか。今回の企画はですね、はい、FC ギクマンの宝物を見ていこう。いいんすか、そんなの見ちゃって宝物。大丈夫ですけど、金子嬢さん撮る気がします、なんか。このノリそんなことないですよ。いや、もう本質見抜かれてるわ。あのね、ギクマン、金子はね、撮るから、俺らは合法的にもらっているだけ。まず一番目立つのそれか。まず、うん、これ。これ？ギッフィー、デカギッフィーなんです。デカギッフィー。フィーこれ何なの？これ、あの個人スポンサーの、うん、なんだっけ？個人スポンサーの。個人スポンサーのグッズやね。グッズ。ああ、なんかそのあれに応じて。そうです。このギッフィーは10万円します。ガオ。ガオ。俺らの今日のレンタカー、あの3日間で1万円。やばそうだな。すごいられない。エンジンかけたらキルキルキルって音が鳴った。ラプトリの社長が大丈夫って言ってました。大きさがね、こう伝わるかどうか分かるけど、マジで横並んでみます。横、そうね、ギフワンがね、こう並んだらもう座ると、横は確実にギッフィーの方がでかいから。そうそうそう、でかいなこれ。あ、もう怖っ。いつかこれよりでかくなるって、あの柱の傷みたいな感覚で。え、これなんなの。あ、これですか。これ今日の新グッズです。あ、今日のやつなの。今日の新グッズで、これも今日の15周年のロゴって知ってます。あ、はい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 。それのロゴのグッズを全部集めてる。あ、そうなんだ。で、今のところコンプリート。おちだい。帽子もね、帽子も重要。あ、これも帽子ね。すげえかっこいいよね、これね。あとパーカーとポロシャツも出とる。今のところ全部買っております。今しかないわけですね。そう、今年だけですね。今年だけ限定と。これも今日あれなの。あ、そうじゃ。俺たちのカラーシャツ。これ聞くと、風間小林選手が、うん、俺たちのカラーシャツ。あ、つけた。ハッシュタグ俺たちのカダーシャで。あ、そうか、ツイッターとかでやったやつだ。なるほどね。それが T シャツになったと。でもいいよね、いい言葉だし、ね、みんな言いたくなるし。やっぱ気になるのはもうちょっとこれだよね。それね。これ、ね、これ。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 ボールからいく？これ。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 パパがじゃんけん大会で勝って当てたやつ。あ、そうなんですか。そうだよね、これは。オフなやつやね。これは岐阜の選手のサインですか。そうです、去年の選手のサイン、うん、あ、2021の。へえ、すごい。これすごい、全員のだ。そうそう、誰が誰なんだろう。これ甲斐選手。あ、そう、4番。ああ、そっか、背番号でね。うんうんうん、これ、ね、あの去年、あの途中で深堀選手と久保田選手、うん、あ、そっか、うん、それが初めてのサインみたいです、この。へえ、久保田選手と超貴重じゃん、これ、ね。まあ、してね、俺らのサイン書いてくる。それはっつってそういうことないんで。今一瞬ギフマンの顔が真顔になりました、ね。はい、やらないよ、大丈夫だよ。じゃあ次はこのゴールキーパーグローブ、うん、これはすごかった、ね、これですか。これあのアルジーノ、これですか。これあの練習見学に僕結構行ってたんですよ、受ける時は。あれ毎回行って、このビクトル選手とめっちゃずっと喋ってたんですよ、うん、あ、結構喋って、そしたらビクトル選手が最後の練習でこれを残しててくれました。え、くれたの。ビクトル選手がずっと試合とか練習とか着用していたゴールキーパーです。名前入ってる。本当だ、急にビクトルが、うん、来てね、はいどうぞってくれたんです。知ってたんですかね、もしかして。いや、もう何回も、はい、あの練習日を見に行ってたんで、その頃コロナ前ですね。もうあれ、もう毎日のように見とってる、夏休み。嬉しいな、それ。すごいね、ちゃんとこういうところもデザインがね、あるんだね。かっこいい。今日もね、たまたま山がビクトルで、ああ、そうですよね、最後手振ってくれたね。ああ、よかったね、よかったね、気づいてくれてたん、ちゃんと、
あとその流れでビクトル選手のタオルです、うんうん、これは松本の今のね、はいはいはい、今日買ったよね。いや、いいな、いいね。こういや、こういうのって子供はもう残るから、残るよね。ずっと忘れないから、こういうのは。そうそうそう、 あとはキーホルダーとかいっぱい買ったらビクトル選手。ああ、完全にビクトルファンだね。このシューズが、うん、こっちからか、こっちから。トレインとはパウロ選手。パウロ、あ、パウロのやつなんだ。選手の着用のパウロマジパイクで、うん、これは去年からチャンネルメンバーシップ、うん、で最後に特典で、あれだ、これ毎回いろんなのを応募して、うん、あ、これでまあ30回目20回ぐらいはやってる、うん、で、ね、ようやく当たった。たまたまだったよね。よかったよかったね。ちなみにこれサイン、あ、サインの、はい、すごい。あともう一つ、はい、もう一つ、これは誰の、これは桐原さん、すげえ。これはオークションで当てました。お、マジで、へえ、チャリティーのね。そう、チャリティーオークションで手挙げたらみんなが譲ってくれたね、はいはいはい、そうなんだ、はい、で変えたっていうか、うん、はい、いいな。オークションで取ったやつですね、すげえ。これ使ってる感がいいよね。そうです、去年使ってたやつだからね。ああ、なんか桐畑選手っぽい色ですね。そうだね。サイケデリックだけど。ポイントもまだもうガチガチに残ってるからね。リュウマンがもうちょっと大きくなったら履けるよ、これ。そう、ね、あ、いや、履けないでしょ。突っ込まれましたよ、ちゃんと。天皇杯の決勝とか行ったらこれ履くかもしれない。履くかもしれないよ。力を借りてね。あ、コンビニ店員になった時はこれ履いてね。スパイクってダメでしょ。しっかり突っ込んでくれるね。あとは金子さんなんかあります？ユニフォーム気になりますよね。まあでも確かにね。竹縄選手が、ね、が今日会ってサインいただいた。ほやほやのタダーシャのサイン。タダーシャの。いいな。これ去年のユニフォームですかね、多分。そうだね、うん、で、こっちビジター用の今年の背番号何番にしたっけ。8番。あ、半年だ。はい、あ、久保田君の、久保田君好きなの。そうですね、押しとるね。あと 2号が村田選手なんで、2号、あれ村田選手と小原で仲がいいんで、うん、ね、1号と2号も仲良くねっていうね。これがあのホームの今年、はい、ね、これのこれを何番にした？完成、柏木選手。キャプテンね、柏木選手。みんなやっぱこれ多いもんね、42番、うん、人気の番号。でもう一枚が赤です、ね、これがやっと先週届いたね。あ、そうなんだ、はい、キーパー、キーパー4番ね。もちろん、我らが松本先生。我らが、松本先生、見てますか、愛されてますよ。愛されて。マママも今年は松本先生。あ、そう、思ったんですよ。あ、ほんとだ。松本先生、惜しい。あと、これがもう今となって貴重っす。これね。そう。これすごいよ。なんですかね。これ、あの2019年のゴールキーパーユニフォーム。背番号これついてない。あ、ついてないよ。つけたかったんやけど、背番号をつけると、うん、もうあの最終戦に間に合いませんって言われる。あー、なんか着ていきたかったから。そういうことね。やけどね、このこういうサイン書くとこれ、いっぱいつけるから。そうだよね。すげえサインだらけだもんな。すごいな。え、これもコロナ前やったからもうもらえる、並んで先生に会いに。だからもう早く集めたんやね。早くコロナ開けて、うん、もうこれもね、サインもらってみたい。サインだらけにしたいもんな。あ、ってことあれですか、原田裕介さんがいらっしゃるのでは。ポンちゃんいる。あ、いた、ポンちゃん。あ、ポンちゃん21番ユウって書いてある。あ、じゃあ今着てるのとかもどうですか。あ、そうだ、これもあるんだよ、これも。あ、もう自分の名前ね。そう、書いて書いてるけど、コンパチンとサインもあるわけですよ。アンバサーですね、アンバサー。あ、サインね、アンバサーにもらったやつ。アンバサーの、あとね、聞いてきました。ん、あ、その2番ね、これ渡る選手の着用のガラガラガラ。マジで、すごっ、足元が当たったね。橋本選手、こんなウエスト細いんですかね。ちょっと細くない。絞ったのかな。これ 3L でしたね、4L だったっけ。あ、それをちっちゃくしてか。
いやもうめっちゃ上まで上げてます。ボンダボだもん。そうだよ。どうだよ。さすがにな。あとこれっすね。なんだ。巾着なんすけどこれ。これあれあの千円ガチャバーサー20、バーサー21って知ってます？あれでしょ？あれが。あそう FC ジグのスポンサーもやってる。それそこで千円ガチャっていうのがあって、それで一つ宇賀神選手が当たって今日はね。あのガチャガチャで、闇ガチャっていうのがあるんですけど、そのガチャガチャでこれ当たったんですよ。巾着、ユニフォーム型の。いいね。ちゃんとしっかりしたもの当たるんだね。闇ガチャって大体、しょうない やつしかないけど。あの光るパンダの動くやつとか。ちなみに先週はめっちゃちっこい缶バッジで。まあでも今回当たり。そうそう、当たりできた、ね。え、これは？あ、それ。今日買ったよね。今日買ったガンズ。ああ、山鹿のキャラクター。キャラクター。あっちのギッフィーみたいなもん。そうそう、あっちのギッフィー。あ、2号がね、今から俺が仕留めるよと。ね、鳥のさばき方を今から。はい。いや、それギッフィーも言うから鳥のさばき方っていうと。可愛がってるんですよ。はい。まあ、ギッフィーレンゲそうなキャラクターですけどね。ギッフィー。鳥じゃない。鳥じゃない。え？嘘でしょ。俺ずっと鳥だと思ってた。これ知ってた。だって前この話なったもん。この話なりましたよ。なったかもしれない。言われてみたら、はい、言われてみたらね。これもさ、ここ使いますからね。絶対使うんじゃないぞ。まあね、まだこれからね増えたらね、いろいろ見たいし。ね。うん。またよろしくお願いしますね。はい、これからも岐阜をね、みんなで盛り上げましょう。じゃあエンディングいきましょう。はい。じゃあ岐阜マン言う。はい、FC ジグファンズいるとチャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、というわけで、はい、以上 FC ジグ勝手に応援者でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。